当病理検査学分野では病気の原因や仕組みを明らかにする病理学を研究の基盤にしております。そこに様々な分子生物学的な主義を足すことでオリジナリティにあふれた臨床に役立つ研究をしたいと思っております。我々は乳がんにおけるホルモン作用の解析をしています。乳がん病理組織標本を用いて病理学的に詳細にホルモン作用の本質に迫ります。そこで得られた知見を培養細胞や動物モデルなど様々な研究主義を用いて多角的に検証しています。